It's okay. Don't your dogs try? I'm judging, I cannot try. Oh, okay. I hope you didn't record the voice. Oh. Because don't publish what we talked with Patricia. Oh, okay. ハンドラーの方はもう世界的に有名なハンドラーですね。ハンガリーのハンドラーです。このハンドラーはもう世界的に有名なハンドラーです。で、すごいいいのをいつも弾いてますね。いや、なんでこんな、そのほら、なんでってさっき言ったのは、なんかほら、すいません、ちょっとね、僕勉強不足でオールドイングリッシュシープドッグのことをあんまりよく知らないんですよ。それでね、ちょっと今度勉強しておきますね。あのね、なんでこんな、なんかほら、お尻のところをほら、なんていうの、お尻だけふわってモサモサって上げるような感じで、なんかブローするんじゃないですか、毛をふわふわふわって、なんでああいうふうにすんのかなと思って、これどういうその意味があるというか、まあ何か意味があるんでしょうけど、なんでこんな形にするのかなと思って、ちょっと不思議なんですよね。お尻のところをすごいほら盛り上げるでしょ。もちろん頭のところもそうなんですけど、なんであんなお尻をあんな盛り上げるんだろうかと思って、今度聞けばよかったなと思ったんですけど、ああいう風にするんだろう。だってあれ、人間がブローしないとああいう風にならないですもんね。自然にほったらかしにしてて、例えば一回ジャブンって水に川に飛び込んだとするんじゃないですか。で、川から上がってきて、そのまま、自然乾燥させて、乾かしましたって言ったら、絶対あんな風にならないでしょ、自然乾燥したら。だからなんでこんな風にするのかなと、すごい不思議なんですよね。
すごい不思議。そのなんかこのなんていうかこのなんていうなんていうんでしょう、あれすげえ並んでる、ちょっと待って、うわちょっと待って、なんでこういうふうにそのこういうふうなブローの仕方をなんでするのかなと思って、すごい不思議なんですよね。なんか意味があるんだと思うんですよ。なんでお尻のところだけあんな盛り上げるんだろうと。いや前から思ってたんですけど、ただちょっとオールドイングリッシュシープドッグにあんまり関係することがなくてちょっと知らなかったんですけど、いやでもオールドイングリッシュシープドッグいいですよね。僕はすごい好きですね、この犬種。この目が隠れて毛が長くてふわふわふわってしてすごい可愛いじゃないですか。まあこのブローのやり方はどうか分かりませんが、可愛いかどうかは分からないんですけど、その普段まあ家でペットとして飼っている時に、うっす、あ、邪魔だ俺。やっぱ彼の犬が1位に選ばれた。彼の犬が1位に選ばれた。ほら、すげえ、なんでこんなするんだろうか。ちょっと待って、もうちょっと引いて取ろうかな。なんでこんな風にするんだろうか。わかんねえ、このかな。このモサモサ感。オールドイングリッシュドッグ買おうかな、マジで。でも今回ハンガリーのオールドイングリッシュシープドッグのブリーダーのところに家に行きましたけど、自宅に、なんだったっけ、そのこの犬さっきびっくりしたけど取っとこう。うわかわいい。アメリカの、あ、今オスが終わったんだな。じゃあ次メスのパピーから始まりましたね。なんだっけ、おパトリシアだ。この子、この女性の家に、妊娠も今日生まれてもいい、明日生まれてもいいという感じなんですけど、お腹が、子供が、何だったっけ、何の話しようと思ったんだっけ今。すごい、いつも帰ってきてこの犬を取ってみたいな。なんでこんなするんだろう、ブローの仕方を。不思議ですよね。オールドイングリッシュシップドッグかわいいですよね。わかるわ、好きな人の気持ち。ただこれね、この間家に行ったけど、顎の下の毛が水でびちょびちょになってましたよね。手がいつも拭かないと多分なりますよね。てか毛の長い犬はみんななりますよね、おそらくなります。
あ、そうそう、途中でやめたら思い出した、今途中で、話の途中でパトリシャお腹でかいのに今ハンドリングしてたから、何だったっけ、そのほら、その今どの犬種にも言えるんですが、そのね、アメリカの犬がほらなんかいいじゃないですか。いやー、犬種にもよるな、犬種によるんでしょうけど、だから、うん、まあ犬種によるな、これはちょっとすいません、今の間違えました。あのねアメリカの犬とヨーロッパの犬って違うじゃないですか、全犬種で、うん、違うのは違いますよね。まあいいか悪いか、どっちがいいか悪いかとかは別にして、その違うじゃないですか、アメリカとヨーロッパって。で、そのなんかほら、アメリカの犬の方がなんかいい犬いるんじゃないですか。もう昨日カネコルソン見ましたけど、アメリカのカネコルソンの方が絶対いいですもん。僕はですよ、僕はもうアメリカのカネコルソンの方が絶対いいと思いましたね。日本でカネコルソンね、何回か見たんですけど、ドッグショーで、会場ですっごい良かったですよ、あのカネコルソン。多分あれアメリカのカネコルソンですよね。アメリカのっていうのはアメリカの血統のカネコルソンですよね。あれすごい良かった、日本で見ました、すごい良かったですよ。で、結局ね、そっちの方がね、今回のそのヨーロピアンドッグショーに出てるカネコルソンよりいいわけですよ。なんかアメリカの犬の方がすごいかっこいいし、形もいい、おしゃれで、それと同じように、その、ね、オールドイングリッシュドッグもね、アメリカの犬の方がいいっていうわけですよ。今回ハンガリーに来たブリーダーが、それでアメリカの犬をね、ヨーロッパの犬ともうミックスしてるんだって言ってたんですよね。で、それはね、そのね、あらゆる犬種でそういう風になってますよ。そういう風になって、あのね、あらゆる犬種で、あらゆる犬種で、その、あらゆる、うわぁ。あらゆる犬種で、まあそうなわけですよ。そのなんかアメリカの犬とヨーロッパに違うわけじゃないですか。それで、その、アメリカの犬を、だから、あ、じゃあ間違えた。そのアメリカの犬とヨーロッパの犬を混ぜてるんですよ。もういろんな犬種で、ロットワイラーもそうですよ。もうロットワイラーもね、絶対アメリカの犬の方がね、いいんですよ。いや、それ僕の主観ですよ、僕の考えですからね。ヨーロッパの犬じゃないと嫌だっていう人もたくさんいらっしゃいます、ロットワイラーの場合は。ロットワイラーのアメリカの犬なんてもう絶対ダメだっておっしゃる方もたくさんいらっしゃいますよ、もちろん。だってドイツ原産の犬だし、ドイツには、ただね、ロットワイラーの場合、ドイツともうアメリカの犬って全く違うんですよ、もうまるっきり違うんですよ。で、これはね、ここはね、ちょっとね、考えなきゃいけない部分であって、アメリカの犬がいいという方とヨーロッパの犬がいいという方はもう大きく分かれますね、これはね。でもね、そのロットワイラーでさえ ね、アメリカの犬と、ね、ヨーロッパの犬、ドイツの犬をね、混ぜてる犬もね、たくさんいるわけですよ。それ、そこ。リングほったらかしにしてきてますけど大丈夫かな。いや、ホワイトスイスシェパードのとこずっとさっきまで撮ってたんですけど、まあ急いで今慌ててオールディングシープドッグ来ましたけど、向こうほったらかしにしてきてますからね。お別れの挨拶とか何もせずに一
来てますからね。おお、終わった。ちょっと待って。どっちがどっちか分かんない。よし、これでいい。また帰ってきたらこの犬を取っているみたいな。でかい、すげえ、すげえでかいこれ。よっしゃー、メスの、あ、これそろそろオープンクラスかな。メスのオープンクラス。なんでお尻をあんなするんだろう。それで今回結局そのオールドイングリッシュシープドッグをすごい見ていて、なんか自分でも飼いたいなと思いましたね。なんか結構ね、自分でも飼いたいなってなる犬がね出てくるんですよね。いや、良くなりますねそれ。なんだっけ、何だったっけ、ワーキングのボーダーコリー、オーストラリアに行った時にワーキングのボーダーコリー見たんですけど、あの時もそうなりましたね。オールドイングリッシュシープドッグのところでやったって分かんないですよね。さっきホワイトシェパードのところでやったから。出てきた。ここはちょっとでかい、いいやつだな、これ多分。すごいけど、なんでこんなやり方するんだろう。なんかもう綿菓子みたいになってますもんね。なんでこういう風なやり方するんだろう。頭もお尻も綿菓子みたいになってますよ。
分日本 の, そのオールドイングリッシュシープドッグを飼っていらっしゃる方ご存知ですよね、おそらくね。なんでこういうふうにコートをこういうふうにブローするのかっていうのちょっと今度教えていただきたいですね。なんでこういうふうにするのか、なんでとか理由がなくてこういうふうにするのかもしれないですよね。なんかね、いや理由あるでしょう。なんかまあ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 そうですね、そりゃそうだ。よし、また撮ろう。これでもう一個かな。いや、この前のこの 1番の犬、この犬すごいいいと思いますね。だからなんていうか、そのあ、また入ってきた。あれ、さっきの犬たちの方が良かったな。これは若いのかな。若いことはないな。カテゴリーが分かんない。なんかね、ヨーロッパのね、他の人たちにね、他の人たちの他の国の人たち、他の国の人たちに聞いたんですよ、最初。僕のお友達に、ちょっとオールドイングリッシュドッグ探してるんだけど、みたいな感じ。そしたらね、ハンガリーがオールドイングリッシュドッグはいいよって言ってましたね。出てきたビッグボスが、あれはいいわ。このハンドラー超有名人です。世界的に有名なハンドラー、ハンガリーの。もうヨーロッパではこのハンドラーを知らない人いませんね。でもヨーロッパだけじゃなくてもう世界的に有名ですよ、このハンドラー、このハンガリーのハンドラー。僕の犬頼もうかな、あの人に。高いでしょうね、多分ね。
BOB が決まるんじゃないかな。まあ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 、それはもうしょうがない、それはしょうがないですね。よし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 。